四条通りより北を見る城南宮、南出入り口付近により南を望む、油の工事通りは、京都市の主要な南北の通りの一つ、平安系の油の工事にあたる。北は、武戸の南通から南に伸びる、途中紫明通から上立中売通りまで中断する。指名通りから、北は、新町通の西で、堀川通の東、区画整理された住宅地を通る道。 市名通りから上立売通りまでの中段区間は一筋東の小川通が西にずれているため油の工事通りが続いているようにも見える。上立売通りから南では堀川通の一筋東で小川通の西の北高一方通行の細い道。東海道本線をくぐるガードの北で堀川通と合流し南部の幹線道路となる。 東海道本線を潜るすぐ北で合流した後は、堀川2と連続した幹線道路を形成し、洛南、新都の中心道路として、京都外環状線に至る。上部は国道1号油の工事線が通っている。外環状線との交差点以南は、国道1号洛南道路となっており、久瀬郡久美山町から京都南道路につながっている。京都南大橋と、 洛南道路の開通により、慢性的な国道1号の渋滞が大幅に緩和された。また、同時期に開通した京都第二外環状道路や、刑事バイパス、名神高速道路の連絡ルートによる強い、相乗作用が加わり、周辺区域の交通事情が改善した。以前は、九条2から十条通りの間が、南高一方通行区間であったが、 上記の道路建設工事と関連して拡幅が行われ、現在では4車線以上は確保されている。従来の油の工事通りから延伸された部分でもあるので、新油の工事通りとも称される。また、伏見区内を中心に正式名称ではないものの、新堀川2と呼ばれることもあり、沿線の商店においても、新堀川店と称しているものが目立つ。 国土地理院の地図では油の工事通りであり、陶器の表記にも新堀川通は地図、行政では存在しない。京都市内の通りの名称は通となっていて利を送らない。例外として道路標識では通りとして送る表記を採用しているが印刷資料で送るものは極めて珍しい。京都市内の通り表記参照。ありがとうございます。